梅がなんか喜ばしてくれてる、でお世話したのありがとうって言ってくれてるような気がして、すごいですよね、なんか自然の営みって。で蜂もまた、ニホンミツバチも梅の花が咲くともう多分受粉したくてしょうがなくっていっぱい出てくるので、それもまたきっとあの梅にとっての喜びだと思うんですけど、それが私の喜びにもなって、で梅干しや梅酒になって私の体にまた帰ってくるっていう、そういうなんか循環の中にいるっていうことが大事で、草を生やしながらあのやる自然農のやり方、野菜が生の野菜、生のレタスとか生のルッコラとか、生食が減るとなんとなく具合が顔色が悪くなったり、これ花が咲いて種になると種取りできるので、花のところはなるべく使わないで下の葉っぱのところを使います。この人たちがない時はバジルでガパを作ったりしますけれど、タイではこうやって生のハーブでお料理を作るので、さっと取ってさっと炒めるだけでとっても香りも味も美味しくって、南高梅って言ってちょっと大ぶりの梅です。これはあの梅酒とか梅干しも美味しいんですけど、どうしてもやっぱり皮が硬くなっちゃうので、あのうちでは青い時にとって梅酒にしています。これは梅干しにとっても美味しい、皮がね薄くて南高梅よりもちょっとあの柔らかくて美味しい梅干しができます。で手の中にどんどん陽光っていう種類のこうちっちゃなスモモなんですけど、煮てあのジャムを作ったり、アイスを作ったり寒天を作ったり、これがすごい、もう触るだけで生姜の匂い、新生姜の匂い。ここに親生姜がいて、その上に芯が、よいしょ、あ、取れちゃった。こんなで。で、ここはブータンっていう畑で、ナスはね、なんかあのこういう支柱を立ててやんないと風が大嫌いみたいで、支柱を立ててしっかりこうやってあの祝えてやるとナス小さいけど取っちゃいます。はい、すごい美味しいよ、うん、うち醤油につけてある油を、うん、唐辛子ってここは柔らかそう。
食べられなくて、もうあのスポンジ、りえちゃんの畑作っといてあげる。楽しいよ。着菌麹の元で、昔の人は稲玉様って言ったのは、麹がここから取れるから様つけたんだよね。今ってなんかどうしても、私もそうだったんですけど、私が私がってなっちゃうんだけど、やっぱりなんかこれだけの梅ってもう私だけでは食べきれないので、やっぱり私たちっていう、なんかもっと大きなところでこれからは生きていかないと、きっとコロナもそうなんですけど、私たちっていう、なんか人間全部がどうやって生き延びていくかっていうところで、まずなんか食べ物がすごく大事だと思うんですね。で、梅はただの梅ですけど、人間がちょっと手を加えるだけで梅干しって言ってね、なんか何十年も保存できるものになるので、それをやっぱり大事に継いでいきたいですし、あの梅が嫌いっていう子供には必ず梅おにぎりを作って塩だよって言いながら食べさせています。で、梅とやっぱりね、海苔のマッチングがすごくって、やっぱり美味しいんですよね、香りも含めて。だからそういうことをやっぱり次世代に伝えていくっていうのが大事なので、あのお弟子のみんなには、あの梅節つけなさいよって言っています。